幸子と桃子のハッピーシーのコーナーです。はい、はい、ということでもーちゃん、このコーナーは、はい、このコーナーはですね、ちょっとおしゃれなランチが楽しめる場所や素敵な雑貨があるお店などなど、行ってみればきっとハッピーな気持ちになれる場所を紹介するコーナーです。はい、ということで私たちこれまで結構カフェだったりとか、はい、そうですね、おしゃれな雑貨屋さんとか、うん、はい、多かったんですけれども、今回はなんと美容の、はい、ところに行ってまいりました。はい、先日10月28、29の2日間にわたって、うん、先日あのハッピーチのコーナーでも取材させていただいた、ね、はい、カフェダイニング青空さんで行われたビューティーイベント、ビューティーガラージというイベントに私たち潜入してきました。そうなんですよ。はい、それではまずこちらの VTR ご覧ください。はい、どうぞ。幸子と桃子のハッピーチ。今日私たちがやってきたのは水戸市にあるカフェダイニング青空。こちらのおしゃれなお店で開かれているのは美容に関するブースをたくさん集めたイベント、ビューティーガラージ。屋外の会場ではクラフトアクセサリーの販売、お姉のトークショーなどが開かれ、屋内の会場ではクラフトグッズの販売、メイクのデモンストレーションなどが行われていました。私が体験したのは好きな香りで香水が作れるアロマ香水のコーナー。レモン、オレンジなどたくさんの香りから好きな香りを3種類選びます。容器に数滴垂らして混ぜ合わせたら私のオリジナルのアロマ香水。私が体験したのは耳つぼジュエリー。耳のつぼにスワロフスキーなどの石がついたシールを貼り付けることでリフトアップなどの効果があると言われています。今耳こうやってモミモミしただけなのにすごいですね。効果あったかな。会場内では他にも水戸市出身のシンガーソングライター斉藤由衣さんによるアコースティックライブやフットセラピーなどが行われ、さまざまな美容やアートの体験ができるビューティーガラージ。なかなか触れる機会の少ないものまであって、とっても素敵なイベントでした。いや本当に楽しかったですよね。本当に楽しかったです。もう本当にさまざまなこの美に関するイベントがたくさん行われていまして、うん、もう室内そして屋外でもね、そうなんですよね、いろいろとあのダンスだったり、うん、そしてアート、うん、あのアーティストの方の音楽ライブだったり、中ではその私たちがやったアロマとかその耳つぼ以外にも、あのカラーセラピーだったり、うん、あとマッサージとか、あと占い、ね、本当にいろいろやっていて、本当にもう女性の方も大喜びですよね。本当にどこに行こうか迷っちゃいましたもんね。そうなんですよね。うん、そしてあの私が体験したこのアロマ香水、はい、ね、これ、はい、見えますか皆さん、こちら本当にいい香りなんですよね。すっごくいい匂いで、うん、あのアロマってリラックス効果もあったり、はい、こう心と体をね、あの癒す効果もあると言われているので、はい、この3種類の自分が好きな香りをミックスして、うん、本当に自分オリジナルの香りが作れるのでぜひおすすめですね。いいですね。寝る前とか、はい、あのリラックスしたい時とかに私よくつけてます。あ、本当ですか。はい、今もしかしてつけてます。今もつけてます。香ってきました。香ってくる、すごいいい香りです。すごいいい匂いなんですよ。はい、ももちゃんどうでした。はいはい、私の、うん、今ここにまだついてるよ、ね、いるんです。ここにすごい、はい、耳つぼジュエリー見えるかな。はい、こうね、キラキラしてる。そうなんです。ストーン2つにこう小さい、こう見えづらいんですけど、うんうんうん、3つここについていて、はい、耳にはこうツボがたくさんあるそうで、うんうん、もちろんリフトアップもそうなんですけど、肩こりだったり頭痛解消とか、うん、たくさんのツボがあるそうで。すごいね。そうなんですよ。なんかこうすっきりした感じがするよね。すっきりした感じしました。本当にすごい。こちらあの水戸市青柳町にあるビューティーサロン、はい、リーラさんというところで、あのこちらの耳つぼジュエリーももちろんやってらっしゃるんですけれども、はい、うんうん、このストーンセラピストの資格なんかも
取れる講座も行っているそうで、ぜひぜひ行ってみてください。素敵です ね、そしてあの私のはこちらのアロマ香水の方は、はい、水戸市にあるミカコセラピストビューティーインターナショナルカレッジさんでやっていただきました、はい、普段からそういった、ね、アロマのことだったりとか、うんうん、あとハーブそしてエステなんかもやってらっしゃるということなので、はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ。はい、そういった感じでね、このイベントはタフでしなやかでそして自然体でいられる女性を増やしたいという思いからこのイベントが始まったということで、はい、本当にね、こうリラックスして美しさを保つっていうのは、うん、女性にとって大事なことですよね。大事ですね、はい、ぜひ皆さんもこういった美について体験してみてはいかがでしょうか、はい、以上、幸子と桃子のハッピーチーでした。